はい、田中元気です。去年の、11月に、BMW の R1200RT というバイクを、購入しまして、それからですね、そんなに長い距離はまだ乗ってないんですけれども、本当にね、いいバイクだなというふうに思います。何がいいのかというと、まず、そうですね、疲れにくいですね。長い距離といっても、まだね、そんなに長い距離は乗ってないんですけれども、数時間程度のツーリングでは、本当にね、風が当たらないんですよね。スクリーンもでかいですし、そういうことで、もう風が体に当たらない分、非常にこう疲れにくいというのがあって、いや、これはすごいなというふうに思います。若干ポジションがですね、もっと楽なポジションなのかなと思ってたんですけれども、意外とハンドル幅が広くて、ちょっと手前にあるので、少しですね、やっぱりこう何時間か乗ってると、腕とか肩のあたりがこう少し、若干疲れてくるかなと。それはいくらでもね、こう修正直せるんですけれども、そこまでね、直さなきゃいけないほどのものでもないなというふうに思っているので、当面は今のノーマルのまんまにしたいなというふうに思っています。まだですね、この今1月11日、今日11日で、まだまだこれから寒いので、暖かくなってきたらですね、本当にこう長い距離を乗ってツーリングしてみたいなというふうに思っています。今年はですね、かなりこうツーリングの距離が伸びるんじゃないかなというふうに思ってます。長野ですとか岐阜ですとか、そうですね、福井とか、滋賀だとか、滋賀はちょっとね、息子が住んでるもんですから、そちらの方に行ったり、してみたいなというふうに思ってます。長野県はですね、やっぱりこう景色がいいところが非常に多いので、岐阜ですとかね、そこら辺は非常に温泉もあるし、綺麗な景色がたくさんあるところなので、そこら辺もこういろいろツーリングしてみたいなというふうに思ってます。今からこうツーリングマップルを見ながらですね、こうどこ行こうかなというふうに、計画は練ってるんですけども、まだね、どこに行こうか、具体的にはまだ決まってないんですけれども、いろいろ本当にバイクでね、いい思い出をこう作っていきたいなというふうに思ってます。私は土日が仕事なので、行けるとすると、そうですね、だいたい火曜日とか木曜日とか、もう平日が多いんですけれども、もしね、動画を見ていらっしゃる方で、そういう曜日だったら休めるよっていう方がいらっしゃったら、一緒にツーリングしてもいいよっていう方がいらっしゃったら、連絡してもらえれば、ぜひ一緒にね、ツーリング行ける方がいらっしゃったらね、こう行ってみたいなというふうに思います。お気軽にこう連絡していただければと思います。はい、今年はですね、多分ツーリングの動画も暖かくなってきてからはね、結構多く上げられるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、楽しみにしてください。それではまた失礼します。